くはですね、肩の内巻き姿勢をとっていくためのエクササイズを紹介していきます。ストレッチ以上にですね、しっかりと各関節を動かしていきますので、そういった意味でこの効果がより出やすい、そして長持ちしやすいというのが特徴になります。まずですね、こういったできればボールを用意していただきたいと思います。ない方はストレッチポールっていう青い筒のやつを使っていただいてもいいですし、ボールの方が特におすすめなので、用意していただくと思ったら100均で似たようなボールが売ってます。隣におそらくポンプ式の空気を入れるようなものが売っていると思うので、100均とかで揃えようと思えば揃えられるような、そんな簡易的な道具になります。では小谷さんと一緒にちょっと紹介していきます。このボールを床に置いたらですね、背中の一番丸まるところをこの上に置いて仰向けになります。肩甲骨の間ぐらいです。仰向けになってみると、なんとなくご自分が感じると思うんですけど、ボールが一番背中の丸まりやすいところを押してくれているかな、そういう感覚で乗っていただければあまり間違いはないと。具体的には肩甲骨のあたりのところにボールを入れています。この時できればリラックスして頭をつけておきたいです。でここから Y の字を作るみたいにバンザイをしていきましょう。することで肩肩甲骨がしっかり動くのと、ストレッチも同時に効いていきますね。これを何回か繰り返して、大体目安は10回くらいですね。この時効果をしっかり出すために注意点がいくつかあります。頭をリラックスしているんですが、少し顎を引いていただいて、よりストレッチが効いてきます。そして腰、この体勢だと腰はどうしても反れるんですが、なるべくですね、この腰と床との距離を縮めるように、押しつぶすように腰骨盤丸めておきましょう。よく伸びますよね、ストレッチが。やってみるとストレッチが強まるのが分かると思います。あと動いている最中ですね、この指先とか手を意識するよりも、ここを付け根の肩甲骨を意識していただいて、この時肩甲骨が床に近づくように意識、イメージして動かしていきます。そうすることでより強い刺激が入っていくのと、体幹部に近いところをしっかり伝わっている、そういったのが体にしっかりと入りに行きますので、ぜひ肩甲骨も意識しながら毎日を作ってみてください。きちんとやっていただければ10回ぐらいで効果が出てくる。